はい、皆様おはこんこ、どうもソウスケです。龍が如く2パート18ですかね、やっていきたいと思います。第10章の、ね、生き残りの、続きです。じゃあね、とりあえず佐山さんがどっか行っちゃったんで、それを探しに行くまでカットしたいと思います。見つけたらね、やりたいと思います。それではね、そこまでカットしたいと思います。はい、ってことで、はるかちゃんじゃなくてかおるちゃんかはここにいるみたいですね。ということでやっていきましょう。大人ですね、こんなバーにいるなんてね。おるの？あれ？おらんくない？誰よお前、たかしみたいなやつおるの？どうした？あ、頭が、ううどうした？大丈夫か？あ、頭がめっちゃ痒い。わし1ヶ月お風呂入ってねえ、それやばいな。おい、なんか突っ込んでくれや。わし一人でボケてごっつい寒いやんけ。無理で。はぁ、あかんわ。いや、ちゃうね。あんたの、あかんのはあんたやない。わしが面白くないや。きっとネタがつまらないからや。突っ込んでくれへんねや。そうだな。えらいはっきり今な。絡んでもうてすまんかったの。あ、別にええで。わし、南沢言いまんね。あんたは、キリュウで。キリュウさんか。実はわし、相方の北川、ちゃうやつと二人で火星ファイターってやつです。なるほどね。はい。選べるんじゃない。よし。キリュウさん笑いか、面白いな。まあ、とりあえずマサにいろいろ話聞いてみましょう。佐山という女が来てなかったか。ああ、カオルさんなら少し前に帰られました。久しぶりに川でも眺めてぼーっとしたい言ってましたから、川の方へ行かれたんじゃないでしょうか。そうか、すまないな。さ、じゃあ川の方に行きましょうか。川か。おお、おい、お前今わしのこと睨んだやろ。そんなことはしてない。もうカット、もうあれですね、カオルちゃんのとこまでカットしたいと思います。はい、ってことで、カオルちゃんのとこに来ました。ってことでね、やっていきましょう。あの、火星ファイターのサブミッションは終わりました。しょうもない感じでね。まあ、とりあえず、ムービーなんで黙っときます。はぁ、あ。やっちまうぞ、こら！おらおら！兄ちゃんやんのか！おら！あんたら何してんねん！姉ちゃん、俺らに何か用か？逆らったらどないなるか分かっとるやろな。はよ行き。すいません。待てや。なんや。なんかこう、急に胸のあたりがカッカほてってきてな。それがどないしたんや。あんた、ええ女やな。一晩俺らに付き合わんか？自分何言ってるか分かっとんのか？当たり前やがな。刑事さんやから余計に興奮すんねん。俺以上侮辱したらパクるで。おお、怒った顔がたまらんな。くぅ！やっ！俺は強い女もっと好きやねん。バリア、何もんじゃ。その女のボディーガードだ。お楽しみはこいつ片付けてからや。はい、やっていきますよ。いや、カオルちゃんが、こっか殴られるの可愛らしいですね。まあ、興奮するのは分からないこともないかも。で、変なもん持ち上がって殺すぞ。はいよ、スタンガンはいけませんね。いけ、スタンガンはこいつ、ほんまこれ厄介ですね、結構ね。
どうしようかな、川に落とそうかな。OK、 全員スタンガー落としたかな。よし、てか刑事さんに逆らうチンピラもいるんですね、世の中にはね。本当の世の中に、まあそうですね、警察を舐めてかかる若者が最近いますもんね。一番タチが悪い感じですけどね、まあ、警察も大変でしょうね、まあ、いろいろと。あら、もうこいつだけ、あとは、はい、終わり、一丁上がりですね。さあ、助けてあげたよ、カオルちゃん。どうしたんだ。いや、私たちなんか変だなと思ってね。ん？ねえ、今夜空いてる？あ？ああ、ちょっと遊びたい気分なんだけど、付き合ってくれる？待った、意外にビール売ってなくて。いや、街を見ていたところだ。あ、おいしい。お前さっきも飲んでいたんじゃないのか。運動の後の一杯はちょっとちゃうねんな。
いい場所だな。ああ、ここいいでしょう。今日付き合ってもらったお礼や。本当はうちしか知らん秘密の場所やねんけど、今日は特別に教えてあげるわ。いい気分だ。もうちょっと飲むやろ。買ってくるわ。ん？悪い。気が利くんだな。無理して褒めたってビール以外出てこんよ。別に無理したわけじゃねえよ。何言うてんの。うちはね、そういうおだてとかお世辞は好きちゃうし。本当に素直にそう思っただけだ。せやからさっきも言うたけど、褒めても何にも出てけえへんよ。そういうところは案外可愛いんだな。な、あのな、うちは今まで優しいなんて言われたこともないし、可愛いなんて言われたこともない。男勝りで現場でもうちが乗り込んだらみんな引いてるわ。せやからあんたが言うてることが嘘やってことぐらい分かってるし、そんな言葉言うてもらうためにここに連れてきたわけや。そいつらには分からねえだけなのさ。何が？お前が刑事である以前に女だってことがさ。周りが何て言おうと気にするな。人間、自分らしくいることが一番大切なんじゃねえのか。そら、そうやけど。今のお前は周り気にして突っ張ることに必死で、自分自身を見失っちまってるんじゃねえのか。世の中にはお前のいいところを大切にしてくれる奴だってきっといるはずだ。どうした？行こう。ちょっと酔っ払ったわ。うちはね、そういう女としての幸せってやつは求めないことに決めたんや。そりゃ好き好んでそう考えたわけやないけど、でもそう考えてきたからこそここまで来れた。そして今の自分がある。その気持ちは誰にも分からへん。私にしか。ああ、そうだな。え？俺はお前の過去の全ては知らねえ。でも俺は誰が何と言おうと、本当のお前は優しい人間だって思ってるぜ。おせっかいだったかもしれねえが、一人の男の意見として覚えておいてくれ。あんたって不思議な人やね。本当にヤクザやったのが信じられへん。だから言ったろ。人から見た印象なんてその程度のものだってことだ。酔っ払ったんだろ。帰るか。え、あ、うん、そうやね。俺はもうちょっとここで推しを見てるよ。え、じゃあうちも。明日は生き残りの男と会わなきゃいけないんだろ。今日はしっかり休め。それに俺は逃げも隠れもしねえよ。そういうことやなくて。今夜は俺に借りがあるはずだろ。素直に言うことを聞け。そう、わかった。じゃあ今日はママのところに行くわ。葵か。うん。じゃあ明日の朝10時、橋の上で待ってるわ。わかった。ねえ。
ありがとう。待ち合わせまで時間があるら少し街をぶらつくか。いやなんか、可愛らしかったですね。は、かおりちゃんでしたっけ。なんか少しずつ桐生さんに心を開いているような気がするような気がしますね。これからの展開が、桐生さんの体どうなるんでしょうね。まあ、敵同士にならなければいいんですが、どうしましょうか。時間があるなってことですよね。ここでやめますか一旦。だって10時ですもんね。じゃあこれ一旦切ろうかなと思います。それでね、ご視聴ありがとうございました。また次回見てくれたら嬉しいです。それではね、ソウスケでした。さようなら。